大好き僕のラジオ。皆さんこんばんは、クルーズソフトです。2月13日日曜日午後6時を回りました。オリンピックがね、絶賛開幕中でございますと。皆様もこの週末ですか、3連休だったので、もしかしたらね、オリンピック前までだったよって方もいらっしゃるかもしれませんけども、やっぱりいいもんですね。すごくやっぱりね、感動しますね。本当に年を重ねていくとね、やっぱ涙もろくなるというか、やっぱね、感動の涙がね、止まらない時もございますね、やっぱりね。あと、そんな中、クルーズソフトとしてはね、久しぶりに車をぶつけましたね。損傷はそんなに激しくないんだけども、完全にぶつけましたね。どっからどう見ても俺の責任だなと。で、物というか、雪山にぶつけたんでね、しょうがないなと思うんだけども、それをね、エンディングで話していきたいと思います。その他も、ちょっと報告したいことがありますので、お伝えしたいなと思っております。今週もね、ニュース盛りだくさんです。早速参りましょう。この1週間の自動車ニュース、フラッシュ。まずはじめに2月7日の月曜日ですね。この日、よいしょ、トヨタ自動車中国での1月の新車販売台数、前年同月比で 21.5% 減という14万8800台でしたということを発表しております。2ヶ月ぶりに、ね、前年実績を割り込んでおりますと。で、今回やっぱ新型を、ね、コロナウイルスの変異型のオミクロン型のこの確認によりまして、工場がね、合弁会社の方が結構1月稼働を休止した影響がもろに出てしまいまして、こういった結果になっております。なかなか中国でもね、レクサスも部品供給の逼迫なんかがありまして 27.9% 減だったということなので、なかなかこう日本からで輸入しているモデルも、売ることができなかったので、こういったね、かなり2割以上の減ということになっております。で、この日はスムールが、ね、決算発表を行っております。こちら、ですね、2020年終わった期ですね、42月期ですね。今は第4クォーターなので、もう 1,2,3 でおしまいなんですけども、終わった期42月期で、売上収益が前年同期比 3% 減の2兆75億円、純利益は 15% 減の628億円でしたということで、あとは2月3月残っているこの通期ですね、通期の決算の方が2022年3月期、まだまだね、これ予想なんだけども、でも予想だけどまた2ヶ月しかないから、大体当たって、もうほぼほぼ寄せてくる、現実に寄せてくる予想だと思うんだけども、連結純利益の方が前期比 2% 減の750億円になりそうだってことを発表しております。こちらがね、当初は 44% 増の1100億円を見込んでいたので、従来予想からはかなり一点減益となりますと。で、半導体不足の長期化がありまして、想定していたこう、ね、3月期22年のこの 1,2,3 月期で挽回生産というほどを試みてきたんだけども、それがちょっともう、ね、達成できないということで、販売台数見通しね、下方修正してきまして、あとは、ね、部材ですね、部品価格なんかも上がったり、調達コストも上がってますので、こういった形で着地しそうだということになっております。あとは日産自動車ですね、ついに来ましたね、日欧中向けにガソリンエンジンの新規開発をやめるっていう方針を固めました。ついにやっぱガソリンエンジンやめるという、ね、ことに決断に至るんだけども、日本車大手でエンジン開発の終了方針を明らかにするのは初めてでございますというわけなんだけども、世界的にね、排ガス規制が欧州の方なんかだとね、なんだかセブンっていう、だからその排ガス規制の法律かなんかできるんだよね。それができちゃうもんだから、2025年だったかな。なので結構来年エンジンを売ることがもうほぼほぼ欧州が難しくなってきちゃうんだよね。だからそんなこともありまして、ピュアガソリンエンジンはやめるということで、ただその代わり日本向けとかで、欧州に、規制に準じてくる日本なんかもそのうちはガソリンエンジンやめてくるんだろうけども、今のところはハイブリッド用のエンジン開発は継続するということなので、まずは日欧中向けにピュアガソリンのエンジンね、やめるということで、こういったことがついに出てきたなという感じがいたします。で、8日の日ですけども、前々からちょっと噂されてましたけど、韓国、ヒュンダイ自動車で、今回ヒュンダイじゃなくてヒュンダイ改めヒョンで、名前を変えましたね。日本に再上陸しましたということで、日本で EV と FCV の販売を始めることを発表しましたということです。なんでヒョンデなんかにしたんだと、ヒュンダイでよかったじゃないかと、いろんなこうイメージの刷新もあっただろうし、一応韓国、ヒュンダイ自動車自体が何年か前に名前の表記を、実際の発音に近いものにしようということでヒョンデに変えてたんだよね。それで今回日本が導入するにあたりもヒョンデで統一したということなんで、名前が変わったとちょっとね、親しみ深くないかなと。ヒョンデ、何それみたいな感じだけども、ヒュンダイのことですと。
ヒョンデの日本市場復帰は2009年12月以来なので約12年ぶりに一応日本に帰ってきましたと。で今回ヨン様じゃなくて、まあ、BTS が、ね、イメージキャラクターで日本でこう展開するみたいですね。で車がこんな感じになっておりまして、2台入ってきますと。まずは EV の IONIQ 5 と、FCV の NESSO という車なんだけども、あの WebCG さんの方から、ね、画像を引用させていただきました。これ IONIQ 5の内装になりますと。まあいろいろねニュースで出てたんで見た方もいると思うんですけども、車としてはさ、インテアイオニックファイブかなりかっこいい車だなと。私個人的に、まあ、気にするのはまあ韓国ブランドだっていうことぐらいで、形的には別に悪くないなという感じがしますし、まあ、内装もちょっとねこう、まあ、割と何ていうか質素な感じではありますけども、機能はすごく充実してて、ウインカーかけるとねここに右側にこう何ブラインドスポットじゃないけど死角となるところの後方の映像が映し出されたりとか、かなり使い勝手良さそうな感じで、で車両としてはすごくいいんじゃない、かっこいいなと思います。ライトの周りなんかもすごく綺麗だし、なんか近未来的な感じするし、なんかいわゆるこういう細めとかは、私今流行る細めとかじゃなくて、なんかすごく王道な感じというか、王道な近未来型で好きですね。ということなんで、でまあ、今回この車が出てくることで、まあ、ヒョンデの、社長さんなのかな、結構日本市場に対してはこう、ね、割と謝罪をする感じでしたよね。前回そのヒョンデが日本に入ってきた時には、お客様の声を聞けなかったと、お客様の声をフィードバックできなくて大変申し訳なかったという、非常にこう低姿勢が、好感度はめちゃくちゃ高い、ね、こう仕上がりのこう PV っていうのかなになってて、ああいいなと思いましたが、だまあなかなか日本でサービス工場とかの数もあるだろうし、日本がそのままねバカスカ売れる風になるのかっていうと、ちょっとはなはな疑問はあるんだけども、韓国ヒョンデがまたね、日本に再上陸するっていうのは評価したいとこだよね。すごくチャレンジャーだと思うな。俺だったらもう再上陸しないなと思うんだよね。結構日本の風土的にも問題あるし、やっぱ韓国に対するちょっと今さ、結構徴用工問題とか結構政治的なところかなり、ね、バトルバチバチやってますんでね。で、やっぱり日本の中にも、やっぱ韓国の方の中にも日本っていうのが、やっぱりイメージとしていろいろあるだろうし、日本人にもイメージがあるでしょ。でやっぱりその日韓のさサッカーとかさ、やっぱちょっとこうね燃えるじゃん、戦いとしてさ絶対負けてほしくないとかって、なんかそういうなんか民族性のものもあるだろうし、これが果たしてそので日本市場をどう接管していくのかっていうのが見どころなのと。ただ車としてはすごくいいし、ここでは紹介できないかっていうけど、ジェネシスとかBMW 7シリーズよりもかっこいいなっていう感じしますよ。気になった方ジェネシス見てほしいけども、ジェネシスのセダンはやっぱ相当かっこいいなと思いますね。だから問題は韓国ブランドっていうことだけですね。いやでもこれもね、いつか来た道なのかな。日本ブランドがきっとアメリカに出た時ね、北米入って LS 今の初代セルシオですね、 LS400 で、ね、牙城を崩してた時はやっぱこういう風な目だったのかもしれない。だけどアメリカってやっぱ自由の国だし、そうやってそのね勝ち取るフリーダムっていうことで、やっぱりそこで受け入れてくれたとか、よく日本車がねセダンとかよく戦ったなっていうのもあるので、まあ、できればニュートラルにね、このヒョンデ応援したいなと思います。であとは日産自動車決算発表しておりますと、2022年3月期ですね、通期の方の決算ね、こちらの方が2050億円の黒字、前期は4486円の赤字だったんだけども、まあ、一転してね、今期の情報修正って3回目なんだよね。なので、まあ、非常に日産としてはこれいい数字なんじゃないですかね。よく市場の予想でのクイックコンセンサスって言うんだけども、クイックコンセンサスの方も1889億円の黒字って言ってたんだが、2050億円に蓋を開くとなってたので、そのコンセンサスさえも上がってるということで、これはかなり強化していい決算だったんじゃないかと。日産、頑張ってますねという形です。で2月9日の水曜日ですけども、ちょっといっぱい出ちゃったな。まずホンダ決算発表がございましたということで、ホンダの方がまず2022年3月期 で通期の方で、前期比 2% 増の6700億円になりそうだということを発表しております。これ当初ね 16% 減じゃねえかって言われてて、5550億円ぐらいになりそうだっていう従来予想をから、一気に1150億円ほど上振れしましたので、一点増益となっております。かなり部品不足によってね、生産の制約を受けたんですけども、需給逼迫でその値引きをね、抑えられたってことでは、コスト削減できたってことが、まあ、結構このね、利益を押し上げることにつながったそうですということです。あと、クイックコンセンサスの方もね、上回っていたので、これ非常にいい数字だったんじゃないでしょうか。で、ちょっと出ちゃってましたけども、トヨタの方も決算発表しております。
で、これまたね、場中にね、13時25分に発表してきましたけども、2021年の4、12月終わった期ですね、こちらの方が純利益が前年同期の 58% 増の2兆3162億円。4年ぶりに最高ということで終わった期ですね、だから10、12月期が終わりまして、42まで終わりましたということで、ここまでの時点では4年ぶりの最高の記録をしておりますよということで、まあ、こちらも非常にその、まあ、為替の、ね、円安傾向なんかもありましたので、まあ、非常に採算が改ざんしておりますよと。で、あとは気になってるのは先週のラジオでも言ったけども、通期の決算をどうするかとかね、あとは残されている2月、3月で、今年の今年度の決算が終わりますので、期間が終わりますので、その通期の決算の方が純利益は据え置きですということで、こちらがちょっと、売上高前期 8% 増の29兆5000億円としまして、これ実は従来予想よりも5000億円減額なんですね。今先ほども言いましたけど、第4クォーターなので第1クォーターの例えば4、6月期なんていうのはまだまだね、3月に対して遠いから、こう結構ね、こう微妙に据え置いたりとか、まだまだこうね、大きな数字とか言ったりとかして、まだまだ振れ幅は大きいんだけど、もう余裕あと2ヶ月しかないので、まあ、振れ幅は少ないでしょうと。だからもう今期は5000億円減額になるんじゃないかなと、まあ、これで着地するんだろうなっていうところで、まあ、こちらの通期の決算、通期をどうするかっていう、まあ、上の数字はすごく良かったんだけども、通期が、ね、減額なものなので、まあ、これがちょっとね、トヨタの決算を見る上ではちょっと難しいね。単純に数字的には終わった期は良かったけども、ね、まあ、結果この1年間を通じての、決算という意味では減額で、これを受けてやっぱり、次の日の、木曜日ですね、トヨタ 3% 近く売られてましたね。やっぱり、パッと見この、ね、すごく4年ぶり最高、うわすごいじゃんって 6割だからね、前年の時6割超だと、うわーっつって、ここでトヨタの株が上がるんじゃないかと思いきや、やっぱり通期を見るとというところで 3.何%売られてたんで、だからちょっとこのトヨタの決算読むのが難しいな。短期的にはちょっとね、買い場なのかもしれない、今トヨタおしめ買いの時期なのかもしれないし、まあね、12月でしたっけ、昨年12月だったらバッテリー EV のね、10台ぐらいね、今回 EV をやりますトヨタ、2035年だから350万台 EV 作ります、どうですかお客さんって、あの時のあれが思ったより受けたんだよね、市場にね。なんかその、俺の冷ややかな目で見てたけど、ね、あの時350万台作ったって、その時他のメーカーどうなってるか分かんないし、だから、なんともなーっていうことで、どっちみち EV で遅れたなっていうのはもうね、取り返しつかないなと思ってるので、長期的にトヨタは投資対象ではないなと僕は思ってます。で、ただ、あの時すごく受けちゃったんでね、まあ、ちょっと市場って面白いなと思いましたけども、トヨタのこの決算はちょっとね、なかなか今後見るのがちょっと難しいなというので、まあ、要ウォッチだねっていう感じがしますね。で、あとはパイオニア。本当に不運な会社ですね、この会社は。自動運転向けの、まあ、次世代センサー、ライダーですね。iPad とかついてますけど、まあ、LS とかにもついてますね、ライダーセンサーね。開発販売から撤退していることが判明ということで、これ、なんか昨年の12月にはもう、ね、売るのをやめちゃってたみたいですね。本当にこのパイオニアっていうのは、本当にやることなすことうまくいかない会社ですね。自動運転でね、ライダーすごく注目されてるし、もうライダーなしではできないんじゃないかって言われてる、本当に大事なセンサーなんだけども、まあ、その自動運転自体がその、ね、今後普及していくのに時間がかかるから、やっぱり開発投資に見合わないと、まあ、すごくお金があってね、トヨタ自動車みたいにバンバン投資しても大丈夫だと、ね、資金潤沢であるぞと、マイクロソフトみたいに黙ってても預金額が増えてくると、とにかく何かにお金使わなきゃ、もうね、キャッシュがもうパンパンになっちゃうと、あまりまくってるんだぞと、そういう収益の会社じゃないので、だから常にそのすぐ投資したものがリターンが返ってこないとかなり経営を圧迫しちゃうよってことで、ライダーやめますとね、ってことです。パイオニア、まあ、私もその昔ね、元株主で紙切れ同然になったね、あの時パイオニアの株券を銀行に持ってってね、換金してもらった記憶がありますけども、まあ一時すごかったんだけどね、パイオニアってね、カロッツェリアですか、まあ、カーステレオとかも本当に頂点でしたよね。カロッツェリアのそのパイオニアのね、カーコンポのコンテストとかあって、やっぱかっこいい車いっぱい出てましたよね。カロッツェリアのね、こう、スピーカーとか後ろにウーファーみたいに積んでね、ドドーンとかっこよかったけど、サイバーナビとかもありましたね。ちょっと開発で携わったことありますけども、それが今やね、もう見る影もないという感じがいたしますけども、まあ、頑張ってほしいね。ただこの後ね、パイオニアはなんかそのカーナビの方で、カーナビって地図出るじゃないですか。もう音声だけでナビをするっていう、カーナビを今やってるみたいで、結構カーナビを見ることによってね、こう事故っちゃう人が多くて、全部音声だけ。だから、何百メートル先は右です。50メートル先は右です。みたいな、結構事細かく、
ボイスでナビしてくれるようなそういったカーナビを作ってるらしくて、やっぱ本来のねナビのところに着地するのかなっていうので、そこはねやっぱり原点パイオニアやっぱ頑張ってほしいなと。やっぱ我々世代の憧れですよね、パイオニアのナビとかさ、パイオニアのほんとカロッツリアブランドは本当にね憧れでしたんでね、ぜひ頑張ってほしいなと思います。また資源エネルギー庁7日時点のレギュラーガソリンの店頭価格を発表しております。5週連続で上昇しまして 171.2 円、リッターあたりねということで、かなりな上昇でございます。一応この日ね、経済産業省が、まあ、この状況を受けまして、次の日の10日からね、もう補助金ですか、上限の5円に引き上げますということを、発表しております。でまあさらなる補助金の検討にも入ってますということで、ただ元売りとしましては来週にかけて、系列の90には 0.7 円値上げするということをね常に通達しております。なので来週も上がる可能性が大ですね。おい、補助金5円にしてもダメなの？そう、補助金5円にしてもダメなのさ、補助金5円にするから、これまでのやつの上げ分が 1.3 円だった。でそれで原油の調達コストが2円上がってるもんだから、補助金が 1.3 円入っても2円調達が上がってるから 0.7 円は値上がりしますよということで、結局値上げなので、毎回言ってますけども、迷ったら今入れましょう、今日にでもガソリン入れるのが一番得策でございます。2月10日の木曜日、マツダが決算発表しておりますね。通期の方、2020年3月期の通期の純利益見通しは550億円と従来予想から140億円引き上げということで、マツダもなかなかいい決算だったんですね。要は通期、あと2月3月残ってますけども、その通期の中で140億円引き上げですよということでね、こちらもいいかったんじゃないでしょうかね。僕持ってる方もイスズだね、イスズ自動車の決算発表は非常に良かったと思います。終わった期ですけども、純利益、前年同期 3.7倍の1046円と同期間で過去最高を記録しておりますというわけで、そのイスズとしましてはやっぱトラック生産ですよね、かなりその米国向けとかね先進国向けのトラックには結構影響が出たんだけども、割とその、なんていうか、半導体とかそんなに使わない部品とか、そんなにもうちょっとこう、ね、質素な部品中とかな、あまりその、ね、出ない感じの、東南アジア向けの、廉価とか、新興国向けのトラックの方は、出荷を増やすことができましたと、半導体の影響をそんなに受けませんでしたということで、販売のね、こう、確保できましたということで、こういった数字になっております。で、イスズとしてはね、僕らはあまりそのね、もう、商用車のメーカーになってしまったので、昔はジェミニとか、ビッグホーンとかさ、ニューとかいう車もありましたね、そういった車があって、だけど2002年の9月30日で日本国内での乗用車のね、部門から完全撤退しちゃったので、そこからちょっとねあまりこう僕らが直接買える車っていう理由では、バスとかねトラックね、イスズだとガールとかバス結構走ってますね、観光バスね、だそういったところで非常にその乗用車の部門では非常にね強いかなと思いますので、いい決算だったんじゃないかなと思います。でこちらを受けまして、自動車大手7社の、この10、12月の決算の発表が終わりましたということで、出揃いましたということで、部品不足とかがいろいろあったんだけども、5社が前年同期に比べて減収減益となりましたけども、4社は、通期決算で引き上げてますね。マツダとかね、ホンダとかもありました、日産もでしたけども、結構通期で着地点引き上げてるところもございましたので、結構明暗は2つに分かれたのかなって感じしますけども、よくこの状況の中で、非常に切り返してきたんじゃないかなって感じがいたします。で2月11日金曜日ですけども、インド自動車工業会で1月の自動車販売台数出荷ペースを発表しておりますと、前年同期 8% 減の254,287台、5ヶ月連続でマイナスですというわけで、やっぱその、ね、新型コロナウイルスの感染急増によりまして、マイナスなんだけども、バラチスズキですね、インドというとね、インドの、スズキのね、インドなんだけども、非常に売れてる会社なんだ、これね。こちらで 7% 減、128,924台でしたと。で、ヒョンデ、もう 15% 減でしたということで、あと、マヒンダルも 3% 減でしたということで、かなりその中国、インドとしましては、なかなかそのオミクロン型の懸念と半導体不足もね、ともにありまして、販売が落ち込んでますということをね、この、インド自動車工業会のね、事務局長の方がおっしゃっておりました。ボルボカー、スウェーデンですね、2020年12月の通期の決算を発表しております。売上高と営業利益が過去最高ということで、ボルボ、こちらもいい感じですね。ボルボ EV も作ってますしね、半導体不足の影響で計画通りの生産はもちろんできなかった、それはどのメーカーも同じなんだけども、販売価格の上昇、結構販売価格上げてきましたよね。あとは利幅の大きい車ね、ちっちゃいしょうもない車じゃなくて、でかい車ですね、XC90 とか、ああいうね、利幅が乗ってる車、売れば売るだけ利益になるぜって、ああいう車がよく売れたと、よく売れたというか、よく売ったんでしょうね、その営業とかかけて、そこの、
ところの戦略っていうのが素晴らしいんだと思います。日本だと全方位、ね、戦略とか言ってね、やっぱちっちゃい車を売ろうと頑張りますからね。そこでやっぱり利幅のでかいセダンの、ね、でかいやつとか SUV の大きいやつとかじゃなくちゃんとねこうのべたで売るところがね、ちゃんとすごいなと思いますけど、やっぱボルボみたくねこういうメーカーそういう風な戦略を取ってきたのは僕立派だなと思います。土曜日日曜日特にございませんっていうね、こんな感じで1週間でございました。今週ね、実はそのカナダ、アメリカをねこうつなぐ橋があるんだけども、カナダ政府がねこの決定したその新型コロナウイルスワクチンの接種の義務化、全員義務だと、ね、みんな受けろということで、それにトラックドライバーが反発してるんだね。だからデモ活動してるわけで、アメリカの、北米ね、カナダとアメリカをつなぐ橋のところでトラックドライバーたちがデモしてますと。でどんなデモしてるんですかっていうと、橋の上にトラックをバーって止めてさ、動かないわけ。だからもう橋が使えなくなっちゃったわけ。でそういった中で、要はカナダと、なんせこのデトロイトとつなぐ、デトロイトってさ、社会科で習ったと思うけど、自動車産業なんさ。結構財政破綻したけどね。で自動車産業でデトロイトとカナダ結ぶところなもんだから、その自動車部品がねもうほとんどその地域一体として自動車を作ってるもんだから、その橋が封鎖されることによって部品が入ってこないと。これによってトヨタ自動車はそのカナダのねオンタリオ州の完成車工場の操業を停止しますとか、あとはホンダもね完成車工場の停止とかありますし、 GM に至ってはね橋が封鎖されてて部品入ってこないからもう部品空輸すると、もうそういうことまで考え出してて、本来だったら橋を渡ったらすぐで来れるのに、もうそこもねトラックドライバーがこうわーっと並んじゃって、もう解決の糸口が全くないわけなんさ。でそういった中の、ね、デモ活動がやっちゃってるもんだから、もう大変なわけで、結構その何ただでさえ半導体不足とか部品供給不足だとか歌われてんのに、そういうこうねカナダのこのねトラックドライバーのデモ行進が今後大きくならないな、大きくならなければいいなと、そういうふうに懸念がございました。あとは、ロシアのね、ウクライナ侵攻も心配ですね。金曜の時点で、サリバン大統領補佐官、アメリカね、こちらが、ね、ロシアによるウクライナ侵攻、いつ起きてもおかしくないと。で、現地ウクライナにね、住んでるね、アメリカ人、米国人は、もう国外退去せよと。48時間以内に国内に脱出せよと。それ以降だったら、もう我々保証できないと。脱出を手助けすることはできないかもしれないってことを言ってるので、これもいよいよなんかあるかもしれないと。で、ウクライナ侵攻があった場合、も確実に原油は上がる。ロシア産の原油が入ってこなくなるから、やべえ、このまま行ったらね、オイルとか石油入ってこないんじゃないか、やべえやべえってなって、他のところがね、みんな欲しくなって、買いに行くとね、価格が上がってしまいますと。で、現に今 WTI ですから、ニューヨーク原油が93ドルぐらい行ってますし、あとは北海ブレンドですね、イギリスの方の原油の価格も、かなり上がってきてますということで、かなり危ない状況。これロシアね、今ね平和の祭典オリンピックやってたにもかかわらずね、過去にもね前科ありますから、オリンピック中にね攻めるっていうのがロシアのね常套手段。彼らはね寒い時期の方が攻めやすい、ぬかるみ湿地帯も、今凍ってるから戦車が走りやすいと。これがね夏になってね溶けてきちゃうと、ドロドロになって戦車が走りづらくなるということで、今攻めるのが一番いいんだみたいな感じなんで、いやちょっとこれもね穏やかじゃない国際情勢でございますけど、あもうなんせもういろいろ気になることがいっぱいありますというわけでした。この1週間の自動車のニュースでした。明日からの1週間も駆け抜けよう、車大好き僕のラジオ。はい、それではエンディングになります。冒頭でねちょっとお伝えしたんですけど、ちょっと久しぶりに車をぶつけちゃったぞって話なんだけども、これは実はですね、先週その PCR 検査をちょっと私受けに行きまして、ここでちょっと陽性反応が出てしまいまして、今その、ね、自宅療養中という身でございます。特にその熱が出てなくて、ただ喉がねちょっと痛いかなという感じがちょっと若干するぐらいで、なんだろう、軽症レベルなんだろうなきっとな。だから別に2月に入ってから私、雪もねひどかったので、ずっとそのテレワークをしてたので、その取引先さんとかにも一切顔を出さずに、リモート作業とかテレワークで対応してたので、濃厚接触者になる方はそのね一緒に住んでるものだけで済んだので、被害は最小限だった。外側で、ね、仕事的に対会社には影響がなくてよかったなと思うんだけども、ちょっと今回この PCR 陽性になってしまいまして、結構あれだね、いろんなさ発症した方とか感染者数とか日々ニュースで目にしてたけど、
あまり自分関係なくはないけど、まあね、すごくこう、ね、頑張ってこう感染予防してたつもりだけども、まあ、なってしまって、結構あれ陽性だって言われたらショックですね。結構気持ち的になんか、しょげてしまうというか、そんな気持ちが上がるわけでもなく、でその陽性、まあ、検査を受けに行った帰りにね、車庫に車を入れようとした時に、ボーンとぶつけてしまって、それまあ雪山、本来そこに雪山がなかったんだけど、できちゃってたんで、でセンサーもピー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 言ってたんだけど、うるせえなって思ってたら、ちょっとバーン、左後ろのところに、で、車自体は別にへこんでなくて、ただエアロ外れ、エアロがちょっとこう、エアロのメッキ部分が外れたってことで、まあ、写真を見てたとこんな感じで、まあ、大体損傷としては少ないので、まあ、これ、雪がガバーって入ってしまったんで、こう、ね、メッキがこう、めくれ上がってしまったんで、こう、中の雪が溶けて、パコって手でもしかしたら入るかもしれないけど、まあ、ちょっとね、陽性、この自宅療養期間が終わったら、回しに行きたいなと思いますけど、しばらくはもう、2月中はまずっとテレワークから、3月入っても、まあちょっとね、どうだろうね。まあ完全に治ったとは言って、治った状況だとしても、結構やっぱりね、来てほしくないなって気持ちももちろんあると思うんですよ。僕自体もやっぱりね、自分が何もない時に、まあね、韓国に感染して治った人、もうちょっと家にいてほしいなとか、ね、すぐにそのね、シャバン出てほしくないなって思っちゃったんで、まあ2月いっぱいはもちろんテレワークで行くし、3月ももしかしたら、とね、対社会、会社的なものは、極力その何かな、面会は控えとか面会なしで、ね、電話とかで、リモートとか、通信で何とかしようかなと思っていますというところで、結構なんかあれですね、なかなかこう気持ちが上がらないもんですけども、まあ、しょうがなっちまったものはしょうがないって開き直るしかないというか、まあ、保健所の指示に従ってとかよって言いますけど、保健所から連絡一切なしですね、まあ、札幌も、パンクしてるっていうの話は聞きますし、一応こういう時って救援物資とかをね、こう、まあ、うちはその周りに親戚が多いので、そのね、ドアに引っ掛けとくとかしてもらえることが可能なので、食事とかね、別に不自由も何もなく大丈夫なんですけども、もし仮にこれが自分一人で一人暮らしとかしてた時だと結構怖いし、保健所からパンクしてる連絡も来ないし、で、なんかね、いろいろツイッターとか見てると、療養期間が終わった後にこう支援物資が届きましたみたいな、そんな結構意味のない状況が続いてるみたいで、まあ、あ、本当だなと。で、私もその PCR 検査を受けるときに、いろんなとこ電話したけどね、どこもかしこもダメだと。もう予約いっぱいです、ダメです。保健所なんか電話しても、一回も繋がんなかったね。結局何回か、何分かおきにすごいかけたけど、一回も繋がらずなんで、まあ、しょうがないなということで、直接、病院に行ってね、PCR 検査を受けましたけど、なかなかあれですね、このオミクロン株っていうのはちょっと一言じゃない、もちろん一言じゃないし、皆様もね、外で出歩いてる以上、どこかでもらってしまう。で、ちょっとした入ったコンビニでね、もらってしまったりとか、働いてる人で、常にこう、対人と、働いてる人だったら、どこでもらってもおかしくないと思いますので、本当に気をつけていただきたいのと、気をつけてね、気をつけれればいいんだけども、なんともね、かなっていうことで、ちょっと、実際になった方が僕は周りにいなかったので、自分が真っ先になってしまったので、ちょっとね、若干切ない気持ちと、まあ、正直その、なんか外れくじ引いたなって気持ちもあるけど、いろいろな考えるきっかけになりましたね。もう少しやっぱり独立しなきゃいけないなと。もちろん今仕事をね、今回リモート作業させてもらえて、全く仕事に影響を出さずに済んでるっていうのが、ただただありがたい状況。ただこれはでも、本当にたまたまの状況であって、もっと自分自身、本当は己の力だけで稼げる力っていうのかな、もっとつけなきゃダメだなっていうふうに、やっぱすごく感じた。やっぱ助けてもらえないなって気も本当に感じたし、久しぶりにいい刺激が入ったというか、なんか何があっても自分だけでも絶対生き残るんだという、そういうような仕事のスタイルというか、ね、構築しなきゃいけないなっていう気がしましたので、ちょっと今、まだね、もちろんしばらくは外で歩かないですけども、ちょっとそういったことにも時間ね、まあ、幸か不幸か、そういう時間を使えることになったので、仕事しつつそういうことも考えて、ちょっと次なる手というか、うん、ちょっと体制整え直さなきゃいかんなと思いましたね。ちょっと久しぶりに、あ、怖えなと思いました。本当に。なので、まあ、ならなければならないで、本当それが一番。だけど、もう、なってしまった以上で、そういったことと、ちょっといろいろ考えることを考えて、していかないとなってことを、痛烈に感じています。まあ、そんな中、オリンピックなんかも、ね、見れる時間もあるので、まあ、モニターでね、一画面も、オリンピック見ながら仕事したりとかして、これはこれで言っちゃいいのかもしれないけど、ちょっとね、まあ、考えることが多くて、まずはね、こう療養期間しっかり、ね、過ごして、まあ、なんとかね、平常運行に持っていけるように、ね、平常運行になったら、車も修理したいなと思っております。今週も聞いてくださいまして、ありがとうございました。また来週もこの時間にお会いしましょう。クルーズソースでしたー。